根岸八幡神社は、神奈川県横浜市磯国に所在する八幡神社である。創建は543年8月。根岸八幡神社ご縁起によると、根岸の沖合の根岸湾で、黄金色の光が輝き音楽を奏でるような音が、響き渡った。それが7日間続いた後、八幡川川口近くの浜に光妙と妙音が、着岸して黒光りする像が姿を現した。 村の古老は、これは村を守るために遠い海から来た、神様だと言い、ひとまず村の蝶の家に暗記することとした。村の人々は変わる変わる像を拝みに来たが、その中の子供が取り憑かれたように、我は聖八幡なり、里民の苦難を救うため地里の波を漂ってきた。着眼した芝原に車を立てて移すべしと言い終わると、正気を取り戻した。こうして、 現在の八幡橋八幡神社の位置に八幡宮が建てられ、根岸村の鎮守神として毎年9月15日に霊祭が行われた。1651年、検地により八幡神社を含む現在の原町一帯が滝頭村に編入された。鎮守の社を失った形となった根岸村の住民は白滝不動村を鎮守と仰いだ。 滝頭村の住民にとってはもともとよその鎮守であり、祭礼などもおざなりに行った。1766年1月15日、住職の高堂の夢枕に八万大菩薩が現れ、我は根岸村に先座したい。両村の住民のために二社になすよう取り計らいと、お告げがあった。高堂は、両村の役人と話し合い、八幡神社を根岸村に移し、当地には、 新たな八幡神社を創設することとした。先座先は根岸第一の麓の宝釈寺が所有する稲荷社があったところに決まり、7月15日に仙宮が行われた。その後、かつての八幡宮の後には、滝頭村の鎮守として新たな八幡神社が創設された。先座した八幡神社は、元八幡と呼ばれ、根岸村の鎮守はいずれも宝石寺を別当とする。 元八幡と白滝不動村の二社となったことから、鎮守の祭りは一年交代で行うようになった。1869年、神仏判前例により寺になったことから、鎮守は元八幡のみとなった。1870年に放射寺が別等を解かれたとき、例祭は9月15日から8月15日に変更された。1875年、社格を尊者に定められた。 1908年5月20日、市村一社令により伊勢宮、熊野社、浅間社、宇佐八幡、三納社が合祀された。1923年の関東大震災では、石鳥居が倒れるなどの被害があったが、1930年には石垣、1931年には石鳥居と新横が復旧した。1938年6月29日、 山中にあった白山音源社が豪雨で倒壊し、その時に本殿に合詞された。境内には稲荷神社、琴平神社、五福島神社の三つの境内社がある。稲荷神社はこの地に、八幡宮が潜座する以前からあったことから、地主稲荷とも呼ばれている。かつては他に白山音源社があったが、前述の通り1938年に本殿に合詞されている。 1954年には敷地内にネギ塩稚園が開園した。神社裏手の車窓林はネギ旧海岸線の森の一部として神奈川の美林五十線に選定されている。1690年により榊祭りと呼ばれる霊祭が行われた。1802年からはネギ村の霊祭は元八幡と白滝不動村で一年交代で行われるようになり、 元八幡の年は9月15日、白滝不動村の年は7月28日に、別当の宝石寺で作った神輿を担ぎ神社へと向かった。御神体が海から出現したという言い伝えから、現在の根岸中学校付近から海に入り、榊神輿が勇ましく、陸へと上がる、海中儀式が行われ多くの見物客を集めた。しかし、多額の費用と人手がかかることと、 ネギシワンの埋め立てにより海に入ることができなくなったため戦後にはほとんど行われなくなった。ありがとうございます。